ゆう、便所借りんぞ。ああ。その時は、あんなことになるなんて、思いもしなかった。え？ん？ねえ、そろそろ閉めてくれるかな？あ、すいません！なんで格好でうろうろしてんだよ。久しぶりの休みなのよ。ゆっくりさせてほしいわ。この人はユイさん、ユウのおばさんで、会社がこの近所だから仕事で遅くなった時に泊まりに来たりするらしい。俺、さっきこの人のおしっこ姿を。旦那の前じゃそんな格好できないくせに。余計なことは言わんでよろしい。こんなに可愛い顔してるのに。良一くん、ちょっと交代して。あ、そんな。良一、次のステージ行くぞ。あ、急に始めんなよ、ズリー。あ、そこ、落薬あるよ。近い。あ、ほら、そこそこ。やべ、股間が。良一くんってば、ちょっとくっついただけでこんなになっちゃって。本当に童貞なの？これは、その、ちょ、ずるいな。私も良一くんのあそこ、見てみたいの。旦那さんの見ればいいじゃないですか。旦那とはずっと生活がすれ違いでね、ちっとも見せてくれないの。どうした、もっと来いよ良一。あれ気づいてない。ほらほら、前見てゲーム頑張らないと優が気づいちゃう。おっぱいが当たって、これって抵抗器。やっぱ、あ、くそ、悔しいな。ユイさん、なんちゅうことを。こんなこと、もしユウに気づかれたら。よし、次何やろっか。どうしよう、買いに行こっかな。あ、行くの？じゃあ俺も行く。結構遠いし、ユウがスクーターで行った方が早くない？そうだな、それがいいかも。よし、ちょっと行ってくる。あ、ユウ！おばさんとゲームして待ってて。あら、ユウと一緒に行きたかった？え？うわ！何？仕事が好きでセックスをしてくれない旦那の話？それとも可愛い男子が好きな私の話？ブラのハック外してくれる？え？これもゲームと同じよ。つまんでひねるだけ。つまんでひねるだけ。抜け駆けすんなよ。ひょっとして罪悪感感じてる？全く。そ、よかった。どう？私というどっちと遊ぶのが楽しかった？そりゃもちろん。ユイチー、ユウ買ってきた精霊のソフト、すぐやろうぜ。ユウ、やるなら俺ん家でやんない？え、なんで？いやさ、早く帰ってこいって親から電話があってさ。部屋の中、ユイさんの塩でベトベトなんだよな。いいわよ、後片付けは私がしといてあげる。お願いします。良一くん、遊びにいらっしゃいね。いらっしゃいって、おばさん家じゃねえだろ。ほらほら、いいからいいから。